特にエーテル麻酔っていうのはもう当時エーテル麻酔をかけるためのエーテル用の麻酔機器すらですね、ほとんどの病院にはなかった。でも平野先生はですね、研修医が学ぶために1年に一度その機械をメンテナンスご自身でされましてですね、しっかりした形で使えるような形で私たちに修行させてもらいました。当時でもエーテル麻酔をやったことがありますっていうと、ほとんどの麻酔科の先生は「今頃エーテルどうしちゃったのその病院」っていうような、もう皆さん驚かれたっていうことをよく覚えています。ですが今となったらとっても平野先生の思いというのが私は理解できます。東日本大震災がありました。またコロナ危機のように日本の医療従事者がどんどんコロナに対応してパニックになって医療崩壊が起きかけた時にでもですね、この日本においてパニックに起こるような大災害が起きても、電気がなくても麻酔器がなくても、高濃度のアルコールと布があれば私は全身麻酔をかけてその患者さんの命を救うことができる、そのような自信をつけさせていただきました。もちろん大災害やパニックがないことを心から願うわけなんですけれども、強い信念を持って新しい麻酔科医を育てていった平野先生に心から敬意を表しております。